こんにちは、ぴょんです。好きなお宿を聞かれた時に私が真っ先に答える旅館が神奈川県の湯河原温泉にあります。大好きすぎてこの1年間で4回宿泊しました。その旅館の名は石陽さんです。客室数は全部で9室。1年前に宿泊した際の動画では上から3番目のランクの岩戸のお部屋をご紹介いたしました。今回は最上級客室の寒月庵と総楽庵の2つの離れと人気の大観のお部屋をご紹介いたします。1年前に宿泊した岩戸のお部屋を簡単におさらいしますと、定員4名で本間10畳、寝室10畳、月見台から箱根の山々を望む開放的な作りが魅力です。また接客のレベルが群を抜いており、心からリラックスできました。まだピンと張り詰めた空気は冬らしく、しかしその中にかぐわしい春の香りの漂いも感じられるようになってきました。玄関の前に植わっている梅の木は一本で二色の顔を見せてくれる源平咲きです。3月上旬、初春の石陽山に参りました。室内も桃のお節句にちなんだものになっています。今回は離れの総楽庵を予約しました。ご紹介する客室の料金はすべてこの動画の一番最後に発表いたしますので、お部屋とお食事の内容などから一泊夕朝食二食付きの一部屋大人2名の合計金額を予想しながらご覧くださいませ。総楽庵は独立した建物で離れのお部屋です。打ち水がされ、お香の香りが漂う洗練された雰囲気の玄関です。早速本間にてお月のお菓子をいただきました。この居心地の良さにすっかりリラックスし、続けてコーヒーを注文しました。掛け軸も春らしいものが飾ってありますね。本間は8畳あり、お食事は夕朝食ともにこちらでいただきます。本間のお隣には4畳の広縁。お部屋の窓からもみじの大木と池を見ることができます。紅葉の見頃は11月下旬から12月上旬だそうです。秋に真っ赤に色づいた景色も見てみたいですよね。広縁の端には書斎もあります。今度は寝室をご案内いたします。シングルベッドが2台置かれたフローリングの洋室です。2面採光で明るい室内。とにかくゲストの目線に合わせ寄り添った作りになっているため快適です。お部屋で源泉かけ流しの温泉を楽しむことができるのも嬉しいポイントです。総楽庵のお風呂は浴槽が広く人気があります。窓が大きく開くのでほとんど露天風呂のような気分です。お部屋中どの場所も清掃が完璧で光り輝いています。
玄関横にあるライブラリー。お部屋も共用部も床暖房が入っており、足元までポカポカです。本のセレクトや室内までセンスが高く、その時々で四季を感じられます。文化的な風習や自然の景色から季節を感じられる時間とは、何とも贅沢でかけがえのないものだと思います。石陽さんは接客も素晴らしく、館内ですれ違う全てのスタッフの方が非常に親切です。夕食の予約時間の少し前に中井さんがお支度に来られます。献立は毎月変わるそうです。まずは食前酒から始まりました。お先漬けの貝合わせ、春は貝類が一番美味しくなる季節です。ハッスンも大好きなものばかりで日本酒が進みます。お椀代わりでハマグリと菜の花のお鍋、目の前で作ってくださいました。お造りは淡路の鯛とメジマグロ。メジマグロはお醤油、イサキは煎り酒でいただきます。焼き物の牛フィレ肉炭火焼き、おしのぎでさっぱりと松もそば、炊き合わせでイイダコ、タケノコとフキ、春の香りがします。新魚でフキノトウと芝エビの春巻き、締めのお食事はセリの土鍋ご飯。それだけではなく、別添えでシラスも用意されています。赤だしのお味噌汁もちょうど良い塩梅で美味しいです。デザートは静岡のいちごきらぴかと自家製のよもぎ餅。朝はお目覚めのドリンクからスタート。一つ一つが丁寧で染み渡る朝食です。中井さんの所作や会話の中での言葉選びなど、全てが素晴らしく、お料理が運ばれてくるタイミングまで完璧です。春を告げる椿のお花が咲き誇る館内、その花言葉、高潔な美、気取らない優美さ、謙虚な美徳がぴったりの椿のようなお宿です。5月中旬、新緑の石陽山へ参りました。しつらいも端午のお節句らしくなっています。今回予約したお部屋は寒月庵。いつも大浴場へ向かう途中にちらりと目にしていた離れのお部屋です。石陽山の中で最上級の客室であり、場所も一番高台に位置しています。打ち水がされ、清潔で整った石陽山らしい玄関。お香の良い香りが漂っています。入ってすぐ左手のお部屋が6畳の寝室です。綺麗な畳、真っ白なシーツ、来るたびに完璧で安心します。心の底からリラックスできますし、一方で自分もきちんとした人でありたいと背筋が伸びて心地よいのです。寒月庵は定員4名、6畳の寝室と10畳の本間からなっています。月を見る庵ですから、ここからの眺めは抜群です。
お月のお菓子はあんころ餅、そしていつもの明日葉茶。甘い香りと裏腹にしっかりとした苦味が効いていて不思議な美味しさなのです。本間のお隣にはこじんまりとした書斎があり、絶妙な狭さと窓からの景色が良い雰囲気です。いつも鳥たちの声が聞こえます。お風呂場も整頓された空間が広がり大好きな場所です。お風呂は伊豆石と呼ばれるこの地方で産出する火山岩由来の石材とヒノキからできています。石陽山の温泉は泉質が良く、お湯から上がっても温かさが長く持続することを特に実感します。全9室の客室は一つ一つの間取りが全然違いますので、別のお部屋を予約すると訪れるたびに新鮮で毎回楽しいです。上位3室は洗面所がダブルシンクになっています。分厚くふわふわのタオルも高級感があります。それでは夜ご飯のお時間です。冷蔵庫の中身でレッドアイ風のドリンクを作ってみました。まずはじめに食前酒のビワ酒とお酒漬けです。薄い豆のお豆腐とウニ、網目のつぼつぼに入った別添えのウニをお豆腐の上にかけていただきます。季節を感じる端正な八寸です。繊細な細さの新もずく酢、蒸しあわび、車エビの西京漬け、ささみの湯葉巻き、ささ巻き寿司。続いてはお椀です。アイナメ、椎茸、小ごみが入っており、お出汁は白味噌仕立て。油で揚げたアイナメと白味噌がよく合います。お作りは初ガツオとイカ、焼き物はタチウオの塩焼きとウド田楽です。炊き合わせは1年間でほんの一瞬しか収穫できない花山椒がかかった富士鶏とタケノコ。花山椒の香りとしびれが最高です。シー魚でチア湯の衣揚げとコシ油、タテツをつけていただきます。土鍋でご飯が炊き上がりました。本日は新生姜と鯛の炊き込みご飯です。お漬物と赤だしもほっこりします。デザートは水菓子と甘味で構成されています。水菓子はピワとさくらんぼ、甘味は酒蒸しのうぐいすまんじゅうです。石陽山での夜は安心してぐっすり眠れます。翌朝、大浴場の男女が入れ替わり、女性側が展望風呂になるので、温泉に入りに来るのがモーニングルーティーンです。温泉で体が温まったら、ウッドデッキで風に吹かれるということを繰り返します。展望風呂は西向きに開けているので、午前中はお日様が正面から当たらず過ごしやすいです。お部屋の芍薬が昨日よりも開いてきた気がします。端午のお節句にちなんで、お軸は中村不折の書いた正気さん。江戸時代生まれの有名な書家、画家で、若輩は猫であるの挿絵や、新宿中村や、マスミ、日本盛りのロゴは、現代人にも馴染み深いのではないでしょうか。みかんジュースは季節により使われている種類が変わります。北海道の大粒のアサリのお味噌汁、明日葉のおひたし、地元小田原の加護生産のかまぼこと博多のたらこ、しらすおろし、
ジの焼き物。地元十二庵さんの寄せ豆腐。関東風の厚焼き卵。鶏肉、新じゃがいも、レンコン、スナップエンドウの炊き合わせ。水菓子はキウイとブルーベリー。7月中旬、聖火の石王さんに参りました。今回宿泊するお部屋は大館です。さらりと涼しい室内に畳のいぐさの香りが感じられ、暑さを増す外とは別世界で、ここではセミシグレすら遠くで奏でられる心地よい音色のようです。明日バチャは夏なので冷たいものを。ほっと一息ついて、さて夕食までどのように過ごしましょうか。室内も夏らしくなっています。湯河原は緑が涼やかな風を運んでくれる避暑地です。8月でも平均気温は 24.7 度。東京よりも湯河原の方が夏はだいぶ涼しく、冬はほんの少し暖かく、一年を通じてとても過ごしやすい気候です。窓側にクローゼットがあります。浴衣が1人2着あること、浴衣とは別にパジャマが用意されていること、どちらも嬉しいポイントです。バッグはお持ち帰りできます。今度はお風呂場を見てみましょう。二面に窓があり、明るいところが好印象で、ウェブで一目見た時から素敵なお部屋だなと思っていました。この結晶が良い温泉の証。お風呂上がりには喉を潤す何かが欲しいですね。今回一休 .com のダイヤモンド会員特典で冷蔵庫内のドリンクは無料でいただけました。毎回本当に楽しみな石王さんのお食事。清く美しい蓮の葉に盛り付けられた先付けからスタートです。春菜、鶏貝、伊豆寒天に旨酢あんがかかっています。八寸が運ばれてきた瞬間、日本酒のおちょこを無意識に引き寄せます。鮎の卵、ウルカ、カマスの棒寿司、モロヘイヤのおひたしなどたまらない品々。続いてはハモと冬瓜のお鍋です。中井さんが目の前で調理をしてくださいます。黒七味とすだちをお好みでどうぞ。お作りはタコとイサキ。真ん中はキュウリのお花です。夏の風物詩といえばこちらのお料理、アユの塩焼きです。最高の一言につきます。やはり鮎はこの大きさがいいですよね。続いては冷やし鉢。アメーラトマト、黒皮かぼちゃ、新レンコン、万願寺などのお野菜にすっぽんのゼリーがかかっています。こうしてさっぱりしたお料理の後に、新魚で牛のヒレカツと鴨ナス。カツですら繊細さを前面に感じます。止め魚でイチジクとインゲンの白酢がけ。締めのお食事は炊きたてのごぼうご飯とうなぎのタレ焼きです。うなぎとごぼうって非常に相性が良いのですよね。大優勝です。
コースの最後は水菓子と甘味がお盆に乗ってやってきました。季節のフルーツがシャインマスカットとスイカ、甘味は水羊羹と黒豆です。お食事を終えた後は机を端に寄せてお布団を敷いてくださいます。お水とお茶も十分用意してありました。おやすみなさい。おはようございます。十二庵さんのお豆腐が夏は桶でよく冷やされた冷ややっこなのです。大きいアサリのお味噌汁、厚切りのかまぼこ、酸っぱい梅干し、あー石油さんの朝食だとしみじみ嬉しくなります。関東風のほんのり甘い卵焼き、季節の煮物と焼き物など温かいお料理は着席後に出来たてが運ばれてきます。本日も心が整う美味しいお食事でした。それでは料金の発表に参ります。わかりやすいようにランクが下のお部屋から上のお部屋の順番で発表いたしますね。皆様からの高評価や温かいコメントが動画を作り続ける原動力になっています。まずは10畳一間の体感のお部屋、一泊夕朝食二食付き、大人2名の合計金額はおいくらでしょうか。正解は13,680円からです。続いては離れの総楽庵、石陽さんの中で上から2番目の客室です。8畳の本間と洋室のベッドルーム、広縁と書斎、大きめの客室温泉があります。正解は16,340円からです。お待たせいたしました。石陽さん全9室の中で最上級の客室、離れの寒月庵、明るい6畳の寝室と10畳の本間、源泉かけ流しの客室温泉で温まって緑が広がる月見台で涼むのがお気に入りの過ごし方です。一泊夕朝食二食付き、大人2名の合計金額はおいくらでしょうか。正解は168,300円からでした。私の大好きな旅館石陽さんのご紹介はいかがでしたか。一緒に行きたい方へ動画をシェアしていただくと旅行のイメージが共有できるのでおすすめです。岩戸のお部屋に宿泊した際の詳しい動画はこの後すぐに出てくる終了画面と概要欄にリンクを貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。